間違いやすい英文法とかって裸名詞っていうんですけど、漢字つけてないやつですね。漢字が半分を占めてるんですよね。身体の部位に関しても基本的には必ずドをつけないといけないって、発音によるものであって綴りではないんです、はい。そうで始まりました、もちろんチャンネル。さあ今回ですね、あ、久しぶりにカリさんにおいでいただきました。はい、チェンジオブシェイプ、いやカリスだ、はい。今回なんですけども、日本人が間違いやすい英文法トップ10というので、そうですね、そちらをちょっと紹介していただきたいなと思いまして。そうですね、まあ日本人って英語めちゃめちゃ間違える人が多いじゃないですか、はい、文法って。そうですね、でもそれほとんどのパターンっていうのは決まっているんですね。なるほど。まあここに内訳っていうのは載ると思うんですけれど、はい、漢字のミスが 38% で、まあこれでまあかなり割合ですよね。あとかざってことですね。はい、はい、次が前置詞のミスで、それが 21% です。これ、まあ、前置詞なんか in を使うべきなので of を使ったとか、そういうのがもう 21% もあるんですけどね。なるほど、まあ、日本語にないですもんね、漢字の前置詞もね。はい、あと単数形と複数形のミスが 12% です。複数形の S ないですからね。そうです。あ、これ加算名詞なの、不加算でもう分かんないけど、もうどうしようみたいな、そういうのが結構やはり多いので、あとは時制のミスが 6% で、はい、これもそうですね、日本語とないから、はい、これも4つ合わせただけで 77% ですよね。すごい。ってことを踏まえると、まあ、この4つさえ直せばほとんどの、まあ、文法ミスはなくなるということなんですね。あ、じゃあ僕が普段言ってるのって大体合ってるんだな。そうなんです。そんなやっぱり言うんで、必ず時制チェックしなさいと、はい、で裸名詞っていうんですけど、漢字つけてないやつですね、とか加算不加算は絶対チェックすることって、であとまあこの単数複数と時制と関わるのが手術の一致、はい、あ、あります。あるんだ。主語と動詞の項ミス です、ね、これは 4% を占めています。これはまあ直した方がいいと思います。あと語形のミスが同じく 4% で、あとは体、受動体とか能動体とかの、まあ体のミスが 3%、語順のミスが 3%、不定詞、分詞、動名詞のミスが 2%、接続詞のミスが 2% で、その他が 5% ということで、それトータル 100% ということになりますね。なるほど。じゃあそれを細かくそれぞれ見ていく感じですか？そうですね。まあ一番上の4つに関して、まあ一番ありがちなミス、トップ10をまとめたので、これだけ 77% のまあミスを防げるようになるので、それは一個一個、はい、いきたいと思います。じゃあ上位のその70何パーセントの具体例をお願いします、はいはい。そうですね、ナンバーワンは漢字のミスで、あとあんの使い分けのミスが多いんですよね。まあこれはもうすごい簡単に、そんな間違いない人いないでしょって思いがちじゃないですか、うん、はい、それって発音によるものであって綴りではないんです ね、はい、そうですね。なのでみんなその発音のことを考えずに綴りでそれ決めちゃうから、それ間違えるミスがすごい多いんですよね。例えば LCD モニターってあるじゃないですか、その LCD って綴りだと L って書くんですけれど、うん、まあ、L って発音はまあ IUA の A なので、はいはい、そうアンってつけないといけないんですけれど、まあ、日本人すごいア LCD モニターって書く人が多いんですね。昔 SOS っていうのが流入して出たことがあるんですね、はい、アンネ SOS ですね。あ、 SOS でバツっていうものが出たことがあるんですね。すごい多いですね、はい、あとはまあユーロとかはまあなんか E から始まるので、はいはいはい、ああこれ絶対になんかアンでしょって言って、うん、アンユーロって言うんですけど、そうじゃなくて発音的にはまあ U なの で、ね、まあ、あユーロですね、うんうん、まあ、こういうの日本人すごい間違えやすいみたいですね。はい、これ注意ですよ。で本当にもっと下のレベルになるというか、まあ、大学受験でもすごく多いんですけど、うん、もう本当完全無視、アインタレスティングブックとかで書きます。ああ、もう完全無視。もうスペルとかも意識してないんですね。もう音をただただ単語単語で考えちゃってるっていう人もいますね。やっぱりちゃんと発音前は考えてほしいなって思いますね、ここは。ナンバー2、これも漢詞ですけれど、単数形の加算名詞にあとかあんをつけ忘れるっていうパターンですね。で、例えばシステムって数える必要があるので、はい、あシステムなんですね、うん、なんか普通にシステムって、はい、でまあ、日本語だとなんか数えない感じがするんですけれど、うんうんうん、英語だと必ず数えて、まあ、それも決まってしまっているので、はいはい、だから例えば reliable system ということであれば、うん、a reliable system って言わないといけないんですね、うん、同様に例えばまあメソッドとかそういうのも必ず数えるって、まあ、英語でももうすでに決まっているので、はい、まあ、それは例えば automatic method って言うんじゃなくて unautomatic method というふうにまあ言いますね、うん、これはまあすごいよくあります、うん、 そうね、その逆パターンもありまして、うん、ナンバー3は同じく関心なんですけど、不加算名詞におけるあやあんの挿入です。あん逆にまつけちゃダメなのにまつけちゃうっていうパターンですね。例えばなんかあホームワークとか、はいはい、ホームワークとかなんちゃらワークで全部な数えないんですけれど、うん、な日本語だとすぐ数えそうな感じする、ね、宿題1個宿題2個みたいな、だからその日本語に引っ張られてしまって、そのままホームワークとかそういうの数えてしまうっていうことですね。他のアドバイスとかもなんか、はい、多いですね、まあ、助言一つみたいな感じ、うん、なんか言いそうですが、そうじゃなくて数えてなくて、アンアドバイスじゃダメで、アドバイスって普通に言わないといけない
けないですね。アドバイスとかインフォメーションとかプログレスとか、そうですね、よくあるやつですね。はい、4番目と5番目はまあ座に関してでして、はい、4番目は座をな付け忘れてしまうパターンです。はいはいはい、例えばそういう川だったり山だったりとか、あ、まあ、半島だったりとか、はい、まあ、そういったものはまあ前にその座を付けないといけないんです。なんでかどんな川なのかってことはまあ全員は知っているので、だから例えばナイル川ということであれば、ナイルじゃなくてドナイルって必ず座を付けないといけないんですけれど、まあそういう感覚で日本語にはないので、やはりそのまま使ってしまうというのはありますね。あとはまあそのファーストだったりとか、うん、ラーストだったりとか、はいはい、ついてる、ね、はい、まあ、そういうのはまあ前にはザってつけないといけないんですけれど、まあ、それ忘れてるのはファーストレディーって書いてしまって、はいはい、まあ、それは The First Lady というふうに書かないといけない、うん、そういうことです。例えばセイムも必ずまあ前にザってつけないといけないとか、うん、そういうのあるので、やっぱまあ覚えるしかないかなって思いますね。最初とか最後って1個しかないんでね、ザが必要とかありますね。うん、あとはなんか身体の部位に関しても基本的には必ずザをつけないといけないっていうのがあって、例えばノーズじゃなくてドノーズですし、マウスじゃなくてドマウスですし、ロングじゃなくてドロングというふうに、まあ、使わないと基本的にいけないですね。他にもその特定できる名詞に関してはまあ必ずドをつけないといけないんです。そのパターンがただ測定、何が特定できるのか、そのパターンがすごいたくさんあるので、それやはりいちいちまあちゃんと自分で判断していくってことが大事かなって思いますね。そしてナンバー5はまあ逆に不要な座を挿入してしまうというパターンがありますね。日本ザウルスって、まあ、英語で、スノーモンキーズって言うんですけれど、はい、まあ、それをなんか特定の、まあ、日本ザウルじゃなくて、まあ、日本ザウル全般に関して話すときは、The Snow Monkeys って書くんじゃなくて、Snow Monkeys っていうふうに、どう、まあ、つけちゃいけないんですね。一般的な日本ザウルこういう特徴があって、こういう生活をします。そういう話をするのであれば、別に特定しているわけではないので、他にも結構所有格を使う場合、もうそれ、どうつけちゃいけないんですね。まあ、所有格入るだけでも、すでにそれ特定できているので、はいはい、だから、The Apes、ボンって書くんじゃなくて、エースボンというふうに、まあ最初にドをつけちゃいけないんですけど、結構まあ日本人って所有格の前でもドをつける人がすごい多いです。また同じように、その次に数字だったりとか、まあアルファベットとか出てきて、それが何なのかって特定できる場合って、まあそこにドはつけないんですね。もう常に特定してるってことがわかるので、例えばポジションズ A and B という場合だと、ポジション A と B っていうのも常に特定できているので、そういう場合は、The positions A and B って書くんじゃなくて、ポジションズ A and B って書くべきなんですね。そうですね、プラン B とかプラン A もそうですね、はい、ザつけないですね。ドプラン A って日本人すごい言いがちなんですけど、それやっちゃいけないです。ここまでがまあその監視のミスで、まあ監視がまあ半分を占めてるんです。実はその日本人でもう監視めちゃめちゃミスしてて、まあこれこの5つでまあトータルまあ 38% も占めてるみたいなんで、めんどくさくあるんですけど、これもうミス全部なくすだけではすごい英文法のミスはなくなりますんで。あと前置詞はこれ1個しかないんですけれど、これだけの 21% を占めているものがありまして、これも絶対直した方がいいと思うんですけれど、それは前置詞の選択ミスです。はい、そうですね。例えば The two boys show no differences of abilities っていう、まあ、文章は間違っているんですね。はい、何が間違ってるかというと、まあそれ of って使ってる、 of じゃなくてなんか in って使うべきなんです、はいはい、何々においてなんか違いがあるっていう場合は in を使いますね。なんか differences のあとに of が来る場合もあるんですけれど、はい、まあそれは何々に関する違いという意味なので、はい、何々においてではないので、はい、だからまあ differences って of っていうね、なんか何もあんまり考えずに反射的にそれ使っちゃう人が多いので、そういう人はまあこういうミスをすごいたくさん犯しますね。動詞に differ in とか、形容詞 differ in ですね、とかの点で違うとかっていう風にね、覚えとけば覚えやすいです。そうですね。だからこの動詞だったりこの名詞の後々、まあどういう前置詞が来るのかということをまあちゃんと考えるべきですし、あとまあその意味もまあちゃんと考えるべきかなって思います。まあ、覚えないといけないすごい面倒くさくあるんですけども、これだけまあ2割ミスを防げます。はい、Number 7、単数形と複数形の使い分けミスですね。単数形なのに S でつけちゃうとか、あるいは複数形なのにまつけてないとか、そういうことをやってしまうということですね。はいはいはい、例えば Several region っていう風になれば、まあそういう間違いで Several region ずってなるべきですね。Several っていうのが、まあいくつかのという意味があるので、逆に言えばその1 layers っていうのを、日本人的な感覚が1っていうと、まあいろんなものを指すからな、複数形でしょ、思いがちなんですけど。S をどかして1 layer にしなきゃいけないですね。Number 8、
単数形複数形に関して形容詞化した名詞における S と ES の挿入というのもありまして、はいはい、例えば applause shot っていう風になればそれは間違いで applause shot って書くべきなんですね。ここではまあその花 flower っていうのが、まあこれはもともと名詞なんですけれど、うん、まあその形容詞として使われているので、確かに花たくさんまあ置いてあるだろうからな、うん、applause shot って言いがちなんですけども、それはね、まあ flower shot って言うっていうことですね。同じく例えばまあタンパク質の反応というのでも、まあ proteins reaction っていうわけじゃなくて protein reaction って書くべきですね、はい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 、ただしこれぶっちゃけすごいディベーターブルーじゃないですか。はいはい、例外はありますね。単語にありますね。例えばスポーツスタジアムとかはそうですね。あ、まあ、スポーツとかもうすでにまあありますし、まあ定型化されているっていうのはあると思うんですけど、テレコミュニケーションズカンパニーとかですね、コミュニケーションズってつけますね。一回教材でついてなかったことがあるんですけど、それをアメリカ人が読んだ時に普通に S つけて読んでましたから、やっぱコミュニケーションズじゃないとやっぱ変に感じるんだなとか、やっぱ単語によってはあるなっていうのが印象があります。だからこの辺まあすごい難しいので、必ず間違いかというとうーんっていう感じもするんですが、まあそういう定型化されてないものでも結構、まあ何でもかんでも結構複数形書いちゃいますね、アメリカ人だと。迷ったらまあ単数形にするのがいいかなという気がします。結構複雑なところがあって、発音がいわゆる所有格の S と複数の S が同じ音なので、所有格の S が入るべきところにただただ複数の S で書いちゃってる人もいますね、見てると。ああ、なるほど、はい、そしてナンバー9、これ時制ですね。過去形と現在形の使い分けミスです。まあ一般的な事実に関しては現在形を使うべきなんですけど、はいはいはい、まあ過去に起きたことでしょっていうのを思っての過去形使うパターンがまあすごい多いかなって思いますね。例えば iPS cells associated with tumor genesis という iPS 細胞は腫瘍の生成と関連があるっていう、まあこれ一般的な事実なので現在形で書くべきなんですけれど、まあそういうのは発見されたのは昔のことでしょっていうのを思って、まあその過去形で使う人が多いんですね。だからまあそこは war じゃなくて r というふうに書かないといけないです、はいはい、まあこの時制、まあ現在形と過去形がまあほとんどのありがちなミスかなって思いますね。で最後は主語と動詞の項です。まあこれが森瀬先生が言っていたものですね。 the number of students、 あーあるあるです。あーじゃなくて is、ね、そういうことです ね、はい、まあこの10個のミスをなくすだけでも 77% もミスなくなるので、はい、もう、まあ、全部もう絶対にまあなくすべきかなと思いますね。はい、これでだいぶできるようになると思うので、はい、ぜひこれ参考にしてみてください。はい、彼氏さんに置いていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。